はい、こんにちは。これはですね、アストンマーチンバンキッシュザガードというですね、車でございます。で、これをちょっとね、購入しました。ちょっとね、3時頃にね、昼の3時頃にちょっと行ったんですが、もうお昼というかもう夕方近くでしたけどもね、そんな時間ではもう置いてねえかなと思ったんですが、まあ言ったらね、置いてあったんで、まあびっくりしましたけどもね、やっぱり店側の人も、ある程度お客さんが、このぐらいのお客さんが来るってのは多分分かってて、私が来るってことも多分分かってたのかな。だから、その、残しておいてくださったんじゃないかなと思うんですが、まあこれだけ奇跡的に残ってました。1個だけ残ってて、3時ちょっと次にね、変えたんです。本来はそんな時間帯で変えませんからね、もう初回特別は相変わらず人気があるので、もう朝早く行かないとね、売り切れちゃう場合があるんですけども、これが奇跡的に3時頃まで残ってまして、で、これが、バンキッシュということですね。ですから、もし他の人が買われてたら、もうなくなってたということで、非常にこれ奇跡的に納車できてよかったなと思うんですが、これはアストンマーチンの V12 バンキッシュっていうザガードというね、グレードのやつでして、これは伝統にハイテクテクノロジーを総合させたアストンマーチンの新しいフラッグシップが V12 バンキッシュ。ネーミング通り 6.0 リッター、V 型12気筒燃料を搭載した高級2プラス2クーペモデルや、フォードのエンジニアが全て手作りで仕上げたボディは、アニミ素材やカーボンファイバーが対応され、様々な軽量化が味わえている。で、新開発のオール、アルイ製 6000cc48馬力 V12 エンジンは450馬力、6500回転、 56.7kg、 5000回転の出力を発生し、最高速300km を超えるボディシェルを持つ。組み合わせられるシャーケンシャーギアボックスはシフトチェーンでの不必要な ASM オートシフトマニュアルとSSN、セレクトシフトマニュアルを選ぶことができ、またステアリングホイールを裏側にマウントされた F1 スタイルの2本のバトルシフトを操作することにより、ステアリングから手を離すことなくシフトチェンジを行うこともできる。で、サスペンションは前後ともダブルシボン、コイルレザーとアルカンターで総合されるインテリアは2シーター仕様も設定されている。デュアルエアバッグと ABS、トラクションコントロールを標準設備し、盗難防止設備としてアラームイモビライザーシステム及びセントラルロッキングシステムを回さないというということなんですね。で、これが、アストンマーチン V12 バンキッシュでして、2001年の1月から2004年の、4月まで、まあ、販売されました。で、それの、まあ、ザガードと呼ばれる、ね、グレードの、まあ、なかなかこういうふうな、これもこれで良い車に増し上がってるかなという感じでして、で、これもこういうふうに開けますと、このように中身が、このようになっていまして、よくできていますね、これもね。今年の、今月の新車もよくできて、久しぶりにこうやって、ね、これがまあ多少ながらのドアの開閉が復活しましたね。これは私が何回もね、今のトミカはトミカじゃないということを言いましたので、まあ多分タカラトミーの方も聞いてくださったんでしょうね。で、サイズ感もね、まあ、あの元の通り戻ってきてつつありますし、まあこういうふうにサスペンションのだけじゃなくて、こういうドアの開閉アクション、これがあってからこそトミカですよ。で、これをこういうふうにね、通るようになってきたというのは非常に良いんじゃないかなというふうに、まあ、思いますね。で、こういうふうになっていて、なかなか今回のバンキッシュの仕様というのは、これはこれでなかなかかっこよくていいんじゃないかなというふうに思います。これ初回特別会シールの3時ぐらいに納車できたってのは本当信じられないんですけどもね、今日行って納車できたんで非常に良かったなというところでございます。どうもありがとうございました。